金曜日ですから、この時間はなんとか。まあそうでしょうね、人いっぱいですもんね、多分人がいない、歩いてない。確かに世界各地で感染が広げていた SARS の存在が明らかに。いや、うちも結構患者の治療に。そうなんですよ、会社に来るなって今言われてるんですけどね。まあできるだけ、うん、で家に待機しなさいと。で外出して飲み食いというか、そういう、はい、もう控えなさいと。で毎日体温を測りなさい、体温を記録しなさい、はい。そして会社に出てきたらどこに座ったかを書きなさいって。座席表があるんですけど、会社のデスクとか。そうです。いや今どこに座ってもいいんですけど、そのフリーアドレスってなってて、どこに座ってもいいんです。その場合座った場所に座りなさいと、ちゃんと書き留めときなさいと。毎日徹底します。香港や広東省など SARS 流行地域への渡航自粛を勧告。加藤氏によると、それは当時では画期的なことだったという。ともかく人の移動を止めるのはいいんだから、これは古典的な検疫っていうのと同じことなんですね。ヨーロッパでペストが入った時の検疫っていうのが悪化するんですが、とりあえず出資を一通り座布団とかそういうのを欲しいと言っていました。幸いパンデミックには至らなかった。一回うっかりして手術かけて、そのままにしといたら白くなっちゃった。拭かないで、入り口のあそこで手術ってかけたのよ。でかけて、でかけたからいいなって、そのままにしたら拭き取らないと、拭き取らないと白くなっちゃった。はいはいはい。あ、白くなっちゃった、もうダメだっす。まあでも記念ですよ、コロナの記念。記憶が残ります、見るたびに。中国という国が国際化したため、人の移動を止められなかったという。大変ですよ、ありがとうございます。症状の現れ方の違い、今回は SARS に比べると症状は出てない人が多い。80% は無症状か軽症。飲んでくださいよ。その間に起こしちゃった、ただ余計大変だと思ったんですね。17年前、日本では幸いにも天然の筋肉なんですよ、暴走のね。今の時期は筋肉が筋肉とワカメとか、はいはい。SARS 関連でニュースが入ってきました。台湾当局によりますと、今日台湾で感染が確認された医師が今月8日から13日まで大阪に滞在していたことが分かりました。 SARS を発症した男性医師は2003年5月8日台湾から観光で来日。ちょっと自宅で仕事してると暇で6日間にわたってツアーに参加していたことが判明。ちょっと何かしようと思って、YouTuber になったんです、それ。その一つが、渡月橋で知られる動画を撮影して、YouTube にアップするようにしてて。そういうことしかないのか、もうすることないんですよ。そういうことはね。当時、SARS感染者が嵐山に立ち寄ったという情報は、で報道で知ったという。大将が良ければ今日取材させてもらっていいですか？動画を死んでるから。いや死んでますよ。いやちょっと元気のいい時だったらいいかなと思って。お店の宣伝も兼ねてですね、ちょっと撮影させてもらっていいですか？ありがとうございます。よく喋ってたけど。